はい、どうもシンガーソングライターの山口大輝です。ということで前回ですね、愛知県犬山市の犬山城、そして城下町を回ってですね、今まで撮影してきた場所を巡るという企画の前編がありましたが、ここから後編となっております。果たしてそこはどこなのか、今からその撮影した場所に向かいたいと思います。では後編行ってみましょう。前編では雨がね、降ってたんですけど、なんとか曇り、雨止んだんです。すぐそこなんですよ、本当に撮影した場所が。個人的にはすごい思い出がある場所で、僕が中学生時代、だからギターを始めた当初、その場所で友達と弾いたりしていたっていう場所なので。はい、ということで、その撮影場所に到着しました。じゃん。僕の地元なんですけど、愛知県の春日井市構造寺の構造寺駅の南口にある、僕ら昔から噴水公園って言ってたところなんですけど、その場所で撮影したのをちょっとご紹介したいと思います。公園なんだということで、まず1箇所目、8月の、まずは F ですね。まず噴水の、これあの噴水なんですよ。はい、でここでまあね、こういう感じで撮った写真が F 写真になっております。ここに関してはこの公園内撮ってるんで、もうバンバンいきますね。次 G のカットはここなんですよ。ここに座ってこっちからの絵で、こういう感じですね。ここにギターがあって、こういう感じで撮ってる写真が G の写真で、次H はこっち、多分この辺かな。まあ、これもギター使えてこうやってやってるので、次のこの愛の写真がね、どこだろう、こっちかな。あ、ここだ、このアングルだな、多分から撮ったみたいな感じの写真が愛の写真になってると思います。やっぱ地元だからすぐ見つかりますね。いや、めちゃめちゃ早いですよ。さっきのあの犬山城の宝探し感がもう逆にないもん。確かにないですね。本当に昔はだからここで僕もギター持ってきて、友達と自転車をここに置いて、こうやってめっちゃこうやってバーって、でここに友達とかいて、ここでよく路上ライブやってました。それがいつぐらいのがね、中学2年かな。中学2年ぐらいの時、もうここが一種のたまり場じゃないけど、全く知らないお兄ちゃんがギター持ってる人がいて、その人がハーモニカを持ってて、かっこいい、俺もハーモニカ欲しい。めちゃくちゃ思い出の場所じゃないですか。そうだから、めちゃめちゃ思い出の場所なのよ、ここ。でもう一個思い出があるんですけど、見て、我が母校ですよ、これ中部大学。あのここで一回テレビの撮影があったんですよ。そう、歌チューブっていう番組に、多分僕はね、23歳ぐらいの時に出させていただいたことがあって、まあ、音楽をしながら、当時サラリーマンやってたんで、サラリーマンしながら音楽活動してるっていう絵を撮る、ここで本当にギター持ってこうやって路上ライブをやってる絵を、そうで、ここでギャラリーというか聴いてくれる人がいてっていう撮影をしたことがあるんですよ。今回ね、その今回の YouTube の企画として、写真撮影をした場所を巡る企画なんですけど、ここに関して言うと、実はあのテレビの撮影もここで行われたっていう、もう思い出しかない場所。こうやって言ってたらまた雨が降るでしょ。最後 J の写真はここなんですよ、この入り口で、最後の J、 ドン、あ、ギターを背負ってで笑ってる写真はここで撮りました。まあ、ということでこれにて
まあ、第1弾、その今までね撮影をしてきた場所を巡るという企画の動画は終了になるんですけども、まあ、またねここから第2弾第3弾としていろんなところ、今まで本当たくさんなところで撮影をしてきたんですけれども、まあ、やっぱり写真だとその場所しか写ってないので、周りがどんな景色とか、これからね、まあ、ちょっとずつ僕も回りながら、そして皆さんにね動画を通してお伝えすることができて、よければ、ぜひその場所にも足を運んでいただけたらなと思いますし、特にここは僕の地元なので、ぜひ構造寺にもね足を運んでいただきたいなと思います。まあ、せっかくなのでちょっともうちょっと構造寺、まあ、地元なので行きますか。なんか構造寺も未だにその路上ライブやってるんですよ、毎月なんですけど、こっち側はねやっぱり通らんから、いつも反対側の、ね、北口で車駐車場止めてギターも行ってて、ここもだから駅もめっちゃ久しぶりよ。それでさ、それで言うと昔学生時代、そう中学校の時とか、ここで地べたにこうやって座りながらギター弾いて、友達がこうやって行って自転車こうバーン並んでみたいな。そうそう、そういうね感じでやってましたね。いや本当始まりの場所、そう始まりの場所ですよ、ここは地べたに座ってギター弾いて、うん、本当に実家の構造寺なので、実家に帰ってくるっていうのもまあ紐づけとして、月一にね構造ライブは変わらず今もやってるんですけど、まあ、構造寺駅向こう側にちょっといろんなお店があるんで、ちょっと、ね、そっちに行こうかなと思いますけど、ここの焼き芋がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。俺はやっぱりねここのねパン屋さんエッグロールが好きなんで、それ買ってきます。学生時代っていうか、なんか親がよく買ってきてくれて、それで好きになって、ちなみに今はこの辺でよく路上ライブをしてたりとか、そこのマスキオのね、看板の前、あ、ここの前、そうそう、せっかくなんでパン食べましょう、どっかで。いやまた降ってきましたね、雨。ということで、撮影した場所と、そしてこうせっかくなので構造寺に来たので、構造寺駅とかもいろいろご紹介しましたけれども、またここからいろいろね動画もアップしていけたらなと思いますので、動画のチェック、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。歪んでる、アルコール消毒。どうぞ。ありがとうございます。ということで、せっかくなんでパンをね、エッグロールを2個買ってきたんで、このほんのりあったかい感じがいい。ありがとうございます。これうめえっすよ、このさ真ん中のこの感じを見るだけでも、もうよだれでしかない。よだれでしかない、ね。うめえ、最高。あー美味しいっすな、優しい、うん、優しいっすね、うん、優しさに包まれてる、ユーミンですね。カーテンを開いて。どんな味がする。構造寺のあそこのパン屋さんのエッグロールはそんな味がします。なんていうもの、キャンドルか、やばくないですかこれ、ぎっしりよ卵、もうね隅から隅まで卵入ってんのこれ。本当っすね、うん、めちゃくちゃ美味しい。これマヨネーズの感じ最高、マヨネーズ最高ですね。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかったです。